去年の傾向を踏まえてワイン概論はやはりしっかりと出ました。例年10問前後の構成があり、出題構成は大きいテーマです。近年難易度が上がっていることが特徴の範囲で、栽培や醸造方法などかなり突っ込んだ内容が出題されていますので、しっかり対策していきましょう。ワインとはブドウ果汁を原料として醸造した種類のことです。ブドウはブドウ糖や果糖などの糖分を含むため、穀物を原料とする種類とは異なり、でんぷんを糖化する工程はありません。そのためワインは原料となるブドウの性質を強く反映します。ブドウ果汁の糖分を酵母のアルコール発酵によりエチルアルコールに変えた飲料の化学式です。この化学式を提唱したのはジョゼフ・ルイ・ゲールサック。酵母によるアルコール発酵のメカニズムを解明したのは19世紀の生化学者ルイ・パストゥールです。ワインの中の主な有機酸として、ブドウに由来する酸は酒石酸、リンゴ酸、クエン酸、発酵により生成する酸は琥珀酸、乳酸、酢酸、キフワインに含まれる酸はグルコン酸、ガラクチロン酸です。ワインはミネラル分を多く含みます。リンゴ酸はカリウムなどと結合し酒石として析出します。酒石はキラキラと輝く透明な結晶で、赤ワインの場合は赤紫色に着色していることが多いです。ワインの香りは原料ブドウに由来する第一アロマ、発酵工程で酵母や乳酸菌によって生成される第二アロマ、発酵終了後の熟成などによって生じる第三アロマに分けられます。赤ワインに含まれるレスベラトロールは血栓症予防や抗がん作用があると報告されています。ワインは醸造法の違いによって次の4つに分類されます。スティルワイン、スパークリングワイン、フォーティファイドワイン、フレーバードワイン。スティルワインはブドウ果汁を発酵させ二酸化炭素による発泡性を呈さないワインです。スパークリングワインは発泡性を有したワインのことです。日本の酒税法で発泡性を有するものとは、20度におけるガス圧が49キロパスカル以上の炭酸ガスを含有する種類とされています。一般的にスパークリングワインの名称で通用するものは3気圧以上のガス圧を持ったもの、それ以下のガス圧は微発泡性のワインに区分されます。フォーティファイドワインは醸造工程中でアルコール分40度以上のブランデーやアルコールを添加してワイン全体のアルコール分を15から22度程度にまで高め、味にコクを持たせ保存性を高めたワインです。フレーバードワインはワインに薬草、果実、甘味料、エッセンスなどを加えて独特の風味を添えたワインです。 EU ではワインは地理的表示付きワインと地理的表示のないワインに大別され、地理的表示付きワインはさらに AOP と IGP に細分されます。ラベル表記の主な義務記載事項は、アルコール度数、原産地、瓶詰めの業者名。主な任意記載事項は、収穫年、原料のブドウ品種です。収穫年を記載する場合は、少なくとも 85% その収穫年からのブドウを使用しなければなりません。単一のブドウ品種名を表示する場合は、そのブドウ品種を少なくとも 85% 使用しなければなりません。世界的ワイン産地における主な気候は、大陸性気候、海洋性気候、地中海性気候、山地気候があります。大陸性気候は昼と夜の気温の比較差、夏と冬の気温の年較差が大きく、ブドウが十分に成熟する前に寒くなる年があるため、ワインの品質は一般的にヴィンテージごとに差ができやすくなります。海洋性気候は海に近い地域で、風の影響で気温の比較差が少なく、一般的に降水量が多く湿度が高くなります。年により秋が長く続き、気温の低下が穏やかに進むため成熟期が長く続きます。そのため晩熟型のブドウに適しています。地中海性気候は温暖で、夏は日照に恵まれ乾燥した気候になり、雨が少ないため病害も少なく安定した成熟期を迎えることができます。
山地気候は平地に比べて気温が低く、天候の変化が大きく風が強くなります。畑の位置や傾斜の違いによって気温や日照量、降水量などが大きく異なります。欧州中東系種のビティスビニフェラはワインを作るブドウという意味でコーカサス地方原産です。世界のワイン用ブドウはほぼビニフェラ種に含まれ、その種類は1000品種以上、現在実際に使用されているのは約100品種です。北米系種のビティスラブルスカは北米大陸原産で湿った気候に適しており、耐病性も強いです。フォクシーフレーバーと呼ばれる独特の香りを持ちます。ビティスアムレンシスは東アジアを中心に、ビティスコアニティは日本で自生する種です。11月から3月は休眠期です。11月から12月にブドウ木の根を寒さから守るためビュタージュ、土寄せを行います。1月から3月に栄養を行き渡らせ、枝の育成や実の付きを良くするため対油、剪定を行います。気温が10度程度になるとデブールマン、萌芽が始まり、ブドウ栽培の本格的なシーズンが始まります。6月頃に開花し、固く小さな実がつきます。ブドウの花は白く小さく、1週間ほどしか咲いていません。開花をフロレゾン、結実をヌエゾンと言います。ベレゾン、色付きから40日で成熟を迎えると言われています。ワインのスタイルによって幅はありますが、フロレゾンから収穫までは100から110日前後が目安とされています。北半球では北緯30度から50度、南半球では南緯30度から50度の地域にほとんどのブドウ生産地が含まれています。ブドウ栽培に関する気温条件は年間平均気温10度から20度、ワイン用ブドウ栽培では10度から16度が最適で、開花期は15度から25度、成熟期は20度から25度が望ましく、成熟期には1日の温度格差がある方が望ましいです。日照条件は育成期間で1000から1500時間、水分条件は年間降水量500から900ミリです。育成期間には十分な降雨が望ましいですが、成長期の初夏から秋については過度な降雨は望ましくありません。ワインにおけるチオール化合物はブドウ由来の香りの成分の一つです。ソーヴィニョンブランの香り成分として 3MH や 3MHA、 4MMP などが挙げられます。これらはグレープフルーツやパッションフルーツ、猫のおしっこなどの香りを持ち、濃度によってニュアンスが変わります。日本の品種甲州も 3MH を持ちます。テルペン類の代表的なものはマスカットやリースリングに含まれるリナロールや、ゲベルツナミネールに含まれるゲラニオールが挙げられます。フラネオールはビティスラブルスカ種のブドウに多く含まれる物質で、イチゴの香りを持ちます。日本の品種マスカットベリー A にも多く含まれています。ロタンドンはシラーに含まれる胡椒の香りの元となる物質で、胡椒にも多量に含まれる特徴香です。オーストリアのグリューナーベルトリーナーなど他のブドウにも含まれます。 IBMP は青臭くピーマンを連想させる香気成分を持ちます。ブドウが熟するとともにこの物質は減っていき、完熟の状態になると知覚できないレベルまで減ります。カベルネソーヴィニョンを筆頭にボルドー原産の品種に多く含まれ、ブドウの中に残りやすい性質として知られています。セレクションクローナルとは、一つの畑の区画を一つのクローンで統一する選抜方法です。同じ遺伝子を持つ苗のことをクローンと言います。ブドウは突然変異を起こしやすい植物のため、挿し木で増やすことで親株の特徴を安定して発現させることができます。通常クローンは番号をつけて識別されます。ピノノワールではディジョンクローンと呼ばれる一群に含まれる115777などが知られています。一方セレクションマッサルは畑の中で好ましい性質の株を残していく方法です。畑の環境下で性質のいい株を選び、複数残す形を取るため、セレクションクローナルと比べると遺伝子の多様性が見込めます。
ジュール・エミール・プランション博士はアメリカ原産のリパリア種、ルペストリス種、ベルランディエリ種の根に強いフィロキセラ耐性があることを発見し、これらのブドウを苗木とし、ビティス・ビニフェラの枝をホギとして継ぎ木した苗を植えることでフィロキセラの被害を鎮静化していきました。ブドウの三大病害虫で、他のベト病とうどんこ病はカビによる病気のため被害は鎮静化できましたが、フィロキセラは土の中のブドウに対する害虫のため直接薬剤をかけることができずに対策は困難を極めていました。19世紀後半、フランスワインの生産量の3分の2がこのフィロキセラによって失われ、多くのワイナリーが廃業に追い込まれました。